東大阪線534-9004吹田、八尾線は、かつて、大阪府吹田市から、摂津市、森口市、門真市、大阪市鶴見区、東大阪市を経て、八尾島で運行されていた路線バスである。阪急バス、京阪バス、近畿日本鉄道、国鉄バスの4社が運行していた。なお、国鉄バスの路線名は、 東大阪線と称したが、全国版の時刻表には、民営バス便も一緒に掲載されており、民営バスの方が、後まで残っていたため、一緒に扱うこととする。1958年6月1日に運行開始、鳥海大橋及び大阪中央環状線経由で、大阪市東港の都市を結ぶ路線であった。解説の経緯は、1954年に、 鳥海大橋が開通したことにより、阪急京阪、近鉄の3社が、大阪市東港の各都市を結ぶ路線を計画。一方、国鉄も上等貨物線の代行輸送目的として、バスの運行を申請したのが始まりである。大阪の南北を結ぶ路線として好評で、着いた八尾の直通の他にも、門間や森口、河野池神殿八戸の里駅発着。 経由便が新設されたが、大阪中央環状線は当時狭い急道のみであり、渋滞による遅れが深刻化。それによる利用者離れも進み、1980年代には国鉄バスは門増の松下中房機前以北のみの運行になり、1984年には他の3社も全線を通して運行するものはなくなった。これにより近鉄は水田市から半ば撤退して、 千里岡駅以南、京阪と阪急は、八尾市から撤退し、東大阪市の八重の里駅以北のみになった。1987年の国鉄分割民営化を機に国鉄バスは撤退。1993年に阪急バスが門橋以南の運行を休止。1996年12月には、八王子里急を運行していた近鉄バスの運行が廃止。 これにより当時設定されていた臨時バスで現在は廃止されている、不正規、エキスポランド間の系統を除き近鉄バスのエリアが、茨城、摂津地区と八尾南の地区とに分断された。京阪バスも門橋以南への乗り入れがなくなり、京阪バス、阪急バスとも、占領海北への乗り入れがなくなった。同時に京阪バスは、京阪森口市駅八戸の里駅間を廃止して、 東大阪市からも撤退した。1997年8月22日に大阪モノレール線が門橋駅まで延伸されたのを受けて、路線の重複区間が多い東路線は廃止となった。なお、上東貨物線を旅客化した大阪東線は2008年に一部区間が開業したが、並行する周辺の路線バスは開業よりも前に、 減便や廃止に追い込まれているものも多い。なお、この路線の近鉄八尾駅への立ち寄りは行っていない。民営バスとしての運行エリアは、国鉄水田取り替え大橋北詰めが、阪急バス、庭久保郵便局前から、焼け野が、京阪バス、マム台南は、近鉄バスであった。なお、それぞれの事業者エリアでは、並行して、他の路線もあった。水田屋尾線が停車しない、 停留所もあった。停留所表中は道路線専用のものがあった。なお、京阪森口市駅のリーでは、1985年以降で、それ以前は地下鉄森口を奇襲点としていた。国鉄分割民営化前後の運行系統を示す。阪急担当便は、水田市内は、休行扱いで、通過停留所があった。阪急バスは、比例傍庫三角が長らく間、 同線専属となりその後75年式冷房改造車が石橋より転入し、他に79,631一台だけ MP117 も転入し同線専属最終的に1987年に中型車化される。八戸の里便が時間調整のため小坂駅バスロータリーまで改装され待機する光景は異行を放っていた。同線においては 阪急バスが冷房化が一番遅れた。国鉄バスの大阪登録者は比例棒であったが、エリアが阪急バス、京阪バス、近鉄バスの3社にまたがるため、陳列もそれぞれに合わせており、初乗り運賃もそれぞれの地域ごとに異なっていた。また、大阪市内区間があるため、この区間では大阪市内の運賃が適用された。末期まで一部の回数券、 定期券に関しては共通利用可能になっていた。森口市駅水田駅間の路線は2015年現在でも存続しているが、後から開業した路線であることと途中経由値が異なり、この水田や汚染とは関係がない。また営業所の管轄は、水田や汚染関連を管轄していた角間ではなく、寝屋川である。運行経路番号は旧英語経路。ただし、 阪急バスの淀川砂岩の路線については、2013年12月21日より、京都府の JR 長岡京駅京阪淀駅間の路線を京阪バスと共同で開設したため、この路線の休止から16年ぶりに淀川砂岩への乗り入れが復活した。ありがとうございます。